ジェイバル・チェルはカナダ出身の俳優。カナダのオンタリオ州オタワ出身。父親はユダヤ系。母親はアイルランド系のカトリック。妹が一人いる。12歳の時から演技を始め、メジャー作品には1996年に放送されたマイホームタウンにあたりから徐々に増え始めた。その後もカナダのティーン向け番組に出演を続け、2000年に キャメロン・クロー監督のあの頃ペ・ニー・レインと出演を果たした。2001年からはジャドア・アパトー監督のテレビシリーズアンディ・クレードに出演。その後もクリント・イー・ストウッド監督のミリオン・ダラー・ベイビーなどの話題作に出演し、若手俳優としての頭角を表していく。その後は主にコメディ映画への出演が多い。2008年にベン・スティラーが監督したトロピック・サンダー。 史上最低の作戦では、スティラー、ロバート・ダウニー・ジュニア、ジャック・ブラックら演じる、俳優たちのわがままに翻弄される若手の俳優を、キキと演じた。2010年に出演した、魔法使いの弟子では、ニコラス・ケイジとも共演。俳優としてのキャリアを着実に築いている。2011年には監督デビューを果たす。女優のアリソン・ピルト2010年から2013年まで、 婚約していた。が、2013年2月に自身のツイッターで破局したと投稿した。ありがとうございます。